おはようございます。2012年10月27日土曜日6時5分になりました。ということで、ついにですね Windows 8発売されました。そんなコーナーでですね、そんなコーナーっていうこともない、もう今日は言うまでもなく、取り上げるのは、Windows 8のネタで、IT メディアニュースからこちら。 Windows 8は PC とタブレットの能力を最大限に引き出すとバルマー CEO。それからですね、もう一つはこちらは、Cネットジャパンから、日本マイクロソフト樋口社長、Windows 8は理想的な OS だ。ということで、昨日の27日金曜日ですね、金曜日じゃない、金曜日の、Windows 8世界同時発売ということで、発売されましたけれども、触ってきました？私はですね、早速昨日、ちょこっとだけなんですけども、山から降りてですね、大阪まで出てきたので、ついでに、ちょこっとだけ、パソコンショップに行って、Windows 8のデスクトップ版と、それから、デスクトップというか、従来のパソコンに入れたもの、要はタッチパネルになってないスタイルですね。そういうその Windows 8と、で、それから、タブレットになってる形のタッチパネルですね。搭載してるノート型のものと、ちょこっとこう、触ってきたんですけれども、やはりですね、Windows 8はもう当たり前なんですけども、そのタッチパネルでないと、その良さっていうのはまあ出ないですね。マウスで操作するには逆にうざっていう感じになってくるということなので、Windows 8をこう、がっつり使いたいっていう人は、もうその嫌がおうでも、タッチパネル式のパソコンにしないとですね、あまりも意味がないなという感じはしました。で、まあ、ユーザーインターフェースに関しては、多分、ちょこっと使えば慣れてくるとは思うんですけども、やっぱり最初は戸惑うでしょうね。で、まあ、タブレットの使い方というのはかなり、広がってきてるんで、そのタブレットの操作自体には迷うということはないと思うんですが、ただアプリケーションを起動した後に、じゃあどうやって別のアプリケーションに切り替えるの、いわゆる終了っていうやり方ですね、それをどうしたらいいのかとかですね、そのあたりは今までのマウスでパソコンを使っているユーザーにとっては、えって一瞬こうなると思うんですよね。で、そのあたりがちょっとタブレットに対応しているところで今までとこう操作感が違うところになるので、そういうところにこう慣れるまでが少し時間が必要かなという感触を得ました。特にですね、今までのパソコンと全く違うよっていうタブレットだけならまだその明らかに違うもんだっていうふうにこう見て取るんでしょうけど、 Windows の今までの XP だ、7だ、まあ Vista だとかというユーザーからすると、その延長線上で考えるともう全く違うもんだっていうことをこう認識しないといけないですね。そういうことで、今回のこのバルマ CEO なんかも、そのタブレットの能力を最大限に引き出すとは言ってますけど、これはサーフェイスのことなんですね。このタイトルに書いてあるのは、Windows 8がどうこうというよりも、どちらかというと、そのサーフェイスですね、のことの方が、それがいいと。確かに、私もサーフェイスはすごく気になってる端末なんですけど、まだ日本語版がですね、残念ながらまだ発売されてなくて、欧米にしかこう出てないので、ちょっとね、そこが、っていう、こう、辛いなって感じなんですけども、これで日本語版が出てくると、おそらくサーフェイスはすごく売れるんではないかなという気がしています。確かに iPad を先行している分、完成度は高いのかもしれませんが、より後から出てくるほどですね、その性能は良くなっていることと、それからですね、
やはり、Windows は今までの Windows のリソースがそのまま使えるっていうのはやっぱり大きいですよね。そのワードだ、Excel だ、PowerPoint だなんかの資料がですね、そのまま使える。で、かつ、その場でこう修正しやすいですね。やっぱりキーボードがあるかないかっていうのは、ものすごく大きいところになるかなと、実際の。これはビジネスシーンでどんどん使われていくようになると思いますし、で、一般向けでも、そのメールを書いたりなんだかんだするのに、やっぱりですね、ちょこっとこう、キーボードで叩きたい。で、小さいその、スマホのようにですね、手元で操作するっていうのはそれはそれでありなんでしょうけども、ちょっとタブレットになってくると、タブレットのキーボードっていうのはどういうあり方がいいのかっていうのは、これからまだ試行錯誤する段階に入るんだとは思いますけれども。まあまあ、このね、Windows 8、なんだかんだ言われながらも、多分、私の予測するに広がると思います。どういう風になってくるのか、この年末商戦、いろんなものがどんどん新しいのが出てくるので、ちょっとね、面白くなってきたかなという気がします。さて、そんなところで、なんか天気は明日はものすごい崩れるようなんで、今日のうちにですね、ぜひ、あちこちお出かけしてみてはいかがかなと思います。紅葉のシーズンにもなってきましたし、Windows 8のイベントに絡めていろんなことがあちょこちょで、IT 系の人たちはそういうところに行ってみても、パソコンショップとか行ってみても面白いかなと思いますので、ぜひ、お出かけしてみてはいかがでしょうか。ということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。